はいどうも、プロボーラーのイソピーです。はい、今日はね、ボールレビューやっていきたいと思います。はい、で、他のね、プロもね、もういっぱい投げてるボールがあるんですけども、とりあえずね、僕そんなに使わないかなと思うんですけど、あったらね、絶対的に安心っていうためのね、こともあるんで、こういう強いボールを開けてみました。はい、ジャッカル、はい、ジャッカルレガシーですね。はい、もういろんなプロがね、もう投球動画とか上げられてますけども、僕も開けました。まあ、とりあえずね、そんなに僕は頻繁に投げることはないと思うんですけどね、こういうオイルに強いボールが1個あったらね、安心なんで、とりあえずね、ラインナップには入れておきたいと思います。で、レイアウトが45/4と1/2だったかな。そう、28っていうのが、25にしようか30にしようか迷って間にして 27.5 で引いたら28だったから28っていう、まあ大した意味もないです。まあなんか普通な感じのレイアウトですね。そんなにマスバイアス振ってない感じのレイアウトです。はい、とりあえずね、いきなり投げてみよう。まだね、あの1投も投げてないんですけど。で、レーンコンディションなんですけど、あのハウスコンディションなんですけど、ハウスがね40なんで、さすがにそれは無理だなと思って、ちょっと使った後なんですけど、オイル足しました。まあ、少しですけどね、薄いんですけど、44ぐらいまでかな、45ぐらいまでいってるかな、足してます。ただね、外側がねオイル薄いんで、まあ、インサイドから攻めるような感じにはなると思うんですけど、まあ、それで実際どれぐらいね、オイルキャッチするかっていうところを見てもらえたらと思います。はい、じゃあ早速レガシー投げていきます。ウォーミングアップねしたんですけど、スペアボール転がしてウォーミングアップしたんで、ちょっとね、どんなレーンかそんなに分かってないですけど、軽く投げましょうか。あれ、なんかスペアボール投げたらね、だいぶレーン速く感じたんですけど、まあ、全然そんなことないな。なんか当たったところから、てかめっちゃ強くない？これめっちゃフレア出るし。はい、今日のシャミーはホンダチャンネルシャミーでございます。はい、対戦で使ったらね、 100% がストライクが出るというね、幻のシャミーです。うわ、思ったより強いな。よし、うわー、めっちゃフレア出る。見えます？これめっちゃフレア出る。うわ、よいしょ、よし。とりあえずあと 2,3 回軽く投げてしっかり投げようかなとは思うんですけど、いや、どうしようかな。もっと外までオイル入れときゃよかったな。飛びすぎちゃう。僕ね、ジャッカル投げたんいつ以来だろう。お、ピン倒れ。多分ね、ジャッカル投げたん4年5年ぐらいかな。ジャッカルカーネッジっていうね、知ってる人は知ってる某ジャッカル問題があった時のね、最後のボールなんですけど、多分それ以来だから、ほんまに5年ぶりぐらいかな、ジャッカル投げるの。まあ強かったですけど、なんかあの時よりね、なんかねじれ感がまあもともとあったんですけどね。だからあそこね、多分今ぐらいのラインが、あのオイル伸ばした一番オイルを長く使ってる感じだと思います。これちょっと外の薄いところ投げたらどうなるんかな。おお、おお、おお、なんかちょっとこれ思ってた以上に強いかもしれない。めっちゃ手前から曲がりましたけど、さっき普通にリーグ戦投げてた人、そこら辺投げてましたからね、1投目で。おお、もうなんかね、うわ、フレアすっげえ出る。
まあ、元々ねフレアは出やすいタイプではあるんですけど、よし、なんかそんなにねやっぱり普段使いしなさそうだから、あんまり曲がらない人とかスピード速い人とかすごいいいんじゃないかな。どうだろうな、しっかり投げたらね多少はいくと思うんで、ここら辺からでいけるかな。いや、これでいけんかったらまあまあ辛いな。おちょっと出過ぎたかと思ったけど、なんだろう、なんかね、昔とはちょっと違うイメージかな。なんかキャッチはすごい感じるけど、うん、まあでもね、ジャッカルってね結構すごいオイルには強いのに、なんか先でしっかり動くっていう、それのね元祖なイメージがあるんですけどね。今でこそねストームのフィジックス系とかそういうのもありますけど、ね、最初のジャッカルなんてパールでしたけど、オイルにも強くて先でしっかり動くっていうのでね、すごい人気でしたけど、うん、いやこれ思ったより使えるかもしれないな、普段使いでも。まあ、ネグザスはねちょっと短めだったりすることが多いんですけど、まあ、ちょっと長い時とかそのオイル多い時とかだったら、まあ、今みたいなラインはちょっとね無理でしょうけど、全然使えそう。よし、あー出過ぎた、めっちゃ返ってくるやん、めっちゃ返ってくるやん。ていうかね、今投げたところあんなに返ってくるほど外壁しっかりしてないけどね。さすがにジャッカルでもあんだけ出したら抜けると思ったけど、もうこれちょっとなんかやばいな、正直ちょっとジャッカル舐めてた、久々すぎて。ちょっと内から絞っても、ちょっとまあ滑るつもりぐらいで投げた方がいいかな。うん、なんか滑ってタップするやろなぐらいのつもりで投げたらちょうどいいぐらいの。いやでもこれスピード遅い人とかちょっとしんどいんちゃうかな。まあ、このキャッチの強さの割に最低限のね、手前の走りはあるんでしょうけど、それにしても強い。それで先のねじれも感じるんで、お、絶対タップしたと思った。っていうかマジストライクしか出てないけど、大丈夫、やらせちゃうで。だってめっちゃべっとりついてくるもん、オイル。やっぱそれなりにやっぱオイルね足しただけやから結構ね多いんですよ。じゃあどれぐらいいったら抜けるか、もうちょっと内へ入ってみよう。おう、よし、抜けたと思ったのに薄めでストライク。今のジャッカルってこんなにすごいの？いやまあいいのはね知ってましたけど、あ、それが僕が上手くなったんかな、そうかもしれない。なんでね、実際モーティブってねすごい良かったですけどね、前から。ただこの本当に前のねフォージフレアと同じカバーなんですけど、フォージフレアがキャッチが強くてすごい緩かったんですよね。まあ、いくらコアが違うとはいえ、だからこれもキャッチが強すぎて結構もっとアーク状になってって手前から噛みすぎちゃうみたいな感じがあるんで、いくらジャッカルといえどやっぱり強い分ちょっとアーク状になるかなと思ったんですけど、全然先しっかり動きますね。はい、じゃあ次ちょっと内から
っていうのはまあまあうちからさっきから投げてるけど、そんなに出さないような感じでノーヘッドぐらいのつもりで。今ちょうどねオイル一番長いようなところをね、使ったつもりなんですけど、まあ、それで本当に抜けて、本当にノーヘッドぐらいのつもりだったんですけど、だから思った以上に強いですね。はい、じゃあ今度は逆にあの外投げてみます。さすがにね同じリリースしたら多分セブンピンいっちゃうんで、まあ、ちょっとね手首折り気味で回転も抜き気味で、外をゴリ押す感じでって言っても大外は無理なんで、スパッとどうだろう、スパッと見えないけど、普段見ないけど12、3枚ぐらいかな。だいぶ抜いて投げたけど全然噛みますね。もうちょっとね外出るつもりだったんですけど、もうスパッと越えたあたりからもうちょっと薄いところで全然噛んで起きてくる。本当にね適応コンディションでは間違いなくヘビー。ただスピードある人とかはあのミディアムとかでも使えると思うんですけど、あのやっぱりね長い方がいいっていうのもありますし、長さよりも手前からあのミッドねのオイル量っていうのがすごい大事になってくる感じのボールだと思います。あーちょっとすっぽ抜けた、すっぽ抜けたけどなんか先しっかり動くね。オイルに強い球って結構やっぱりね先が動きがねちょっとボケるようなぬるく動くような球多いですけど、これ本当にしっかり動いてくれるんでいいな。だから結構ねそのスピードがあのちょっとあるけど回転がない女性の方とかでも全然使えると思います。あんまりなんか先に動かそうとするとなんかちょっとね奥甘いですけど、多分ねその変に曲がるからといってなんか曲げようとして投げるんじゃなくて普通に投げる感じの方が、どうしてもね曲げようとするとあのちょっとねあの手を回しちゃったりとかねしちゃうんで。よし、というわけで普通に投げます。そう、普通に投げたらストライク。はい、まあだいたいこんな感じかなと思います。はい、思ってたくらいねやっぱりすごいオイルには強いです。完全ねもうラインナップとしては一番上に入るっていうのは間違いない球なんですけど、あのオイルに強い球特有の先がぬるっと動いちゃったりっていうところがなくて、しっかりね奥がねじれて動いてくるというようなね感じがあるんで、オイルに強くてある程度しっかり動いてほしいっていう人にはね本当にいいかなと思います。本当あの回転が全然ない方とかスピードが速い方とか本当におすすめです。ただあのメーカー在庫がね多分ないらしいんで、もうショップね、いろんなボウリング場さんとかネットショップとか、欲しい人はあのすぐ買ってください。はい、じゃあ最後にねいつも通りストライクを取って終わりたいと思います。最近ねこの最後のストライクだいたい一投で終わるから、今日も一投で終わると思うけど、はい、来た。おお、もうなんかこれ久々に残った気するわ。行ったと思ったんですけどね、ちょっと力入ったから行ったろうと思って。でこれ1回で出なかったらね長引くタイプやから、こんだけいいとか言うときながら残しとったら世話ないね。よし、じゃあテイク2、軽く投げよう軽く。よっしゃ、来た。さっきまで全然何も天秤残らんかったのにね、こういう時残るんよな。よし、3度目の正直いきます。よし、これは来た。うわー、なんか同じような感じで天秤巻いたね。すごい再現性ちゃう、再現性全部なんか似たような感じで巻いてるけど、多分ここら辺からね早送りされてると思う。テイク4、4回投げるので初めてかな。じゃあもうちょっと全然違うとこ投げよう。
よし、はい、という感じでね、終わりたいと思います。本当にもうメーカー在庫ないらしいんで、追加もねあるか分かんないんで、本当にあの買いです。ただやっぱりスピード遅い人とかはちょっとあんまり向いてないかもしれないんで、まあ、そこら辺はねラインナップ考えて選んでもらえたらと思います。という感じで今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは。